なんでなん？なんでお前いつの間にスティーブの顔になっとん？誰かに何かされた？俺は何もしてない。てかもう決まめ、お前はそんな顔にするために俺が作ったんじゃない。断じてない。そんな顔になることなんて断じてない。それはおかしい。この顔なんかおかしい。スティーブになるはおかしい。どうしてお前みたいになんかスティーブの顔になるかわからん。もともとクリーパーの顔だったのに。なあ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 、血豆と黒豆そう思うやろ？え、なんでお前ら、なんでお前らまでスティーブの顔になっとんねん。元の顔どうした？元の顔は。クリーパーの顔じゃなかったお前ら。クリーパーじゃない。お前ら誰かに何かされたんか、お前ら。元の顔じゃないんかよ。ああ。タタ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 タバックステップの神様、バックステップの神様、バックステップの神様、バックステップの神様。おーし、1分ぐらい休憩した。1分やけど休憩した。もう休憩。 これどこがゴールとか、多分一本道か。一本道をなんかスラスラ泳いでいけみたいな感じなんだろう。ここでアウトになったらまた最初、あの下、一番下からなんだろうなって考えたら、ちょっとここでクリアしたい。こっちか。もうスラスラ行こうぜ、スラスラ。これ真ん中が？真ん中？真ん中じゃない、真ん中じゃない、真ん中じゃない。作者3名、こういうダミーを用意しやがった。これやって、こっちだろ。こっちなんちゃうんか。まっすぐ行ったら楽ってことを見せたかったんじゃないの。これ間に合うか。ちょっとタイム、ちょっとロスしたぞ。あのところで耐えろ耐えろ、耐えてくれ耐えてくれ耐えてくれ。このまま、まっすぐまっすぐまっすぐ、やばいんちゃうん。耐えろ耐えろって、耐えろって、耐えない。恐ろしい集中力だった。 ここで一回死んでからここまで戻ってくるにね、一回のミスもなく来れた。やっぱ1分休憩したら違うわ。 たかが1分、されど1分って言葉を提唱してみよう。そんな気分。そして俺もう一回行くぜ。お、真ん中行ったらあかんだよな。真ん中行ったら、あ、ここ。これを走りかんかったら間に合わんって話だ。確かこれはこっちだろ。やっぱこれ初見殺しやな。やっぱりマインクラフトのアスレっていうのは初見殺しが基本になってくるんだろう。だから1回目でクリアできるっていうのはもうなんつうか、腕前がどうこう以前にもう運があるんだろうな。幸運がなかったら多分無理だと思うよな。あ、これ？こっち？よっしゃー！ようやく新しいこういう苔だらけの岩もなんか今では俺の癒しです。 こういうさ、苔をさ、苔でもよかったよ。苔でもいいから、なんか新しいものを見たかった感がすごいね。 そんだけ同じところで何度も詰まっとったという。何これ？なんかやばそうなところ来た。こっち何？こっちはまた外に出るパターンのやつなんかな。暗い。え、なんこれ？え、なんこれ？
あ、え、何これ、何やったん今の何やったん、コウモリおるかな、コウモリと戯れたるかな休憩がてら。さーて、緊張感がすごいな。もうこれ怖いもんなよいしょ、あー、いきなり多分さ、カイジもこんな心境で鉄骨渡りよったんだろうな。すごいなこれ、氷やけんちょっと滑るんやな。よいしょ、あー、滑りた、滑った滑って勢いが強なったな今。あんまり勢いよく飛んだら氷で滑ってポーンって落ちる。あ、でもシフト押しとったらいくら氷でも落ちんわな。シフト大作戦だ。もうシフト多用するしかないな、これは。氷でつるりんちょ、え、今滑ったな、普通に滑ったな、怖い怖い。それなりにダッシュせんかったらあかんけど、ダッシュしすぎたらつるりんちょしてすごい飛んでしまうんだな。あーんて、そんなところでシフト押しちゃダメ、シフト押すタイミング早い。ほんと怖いわこれ押せー押せー押せーって後ろから来るわけじゃないんやけどさ、それ並みの恐怖感まだあるよいしょ。あ、今度斜めか、斜めだったらちょっと変わってくるんだろうな、なんか微調整的な部分が。よいしょ、あ、あー、今のあかんかったかな厳しい現実ってのを知った気がするな、マインクラフトの厳しい現実。俺は操作的な、操作的な部分は、なんつうか、操作的な部分は下手くそだったんだなっていう実感が湧く。このハイフワールドね、作者さんがイージーノーマルハードで作った3つ作ったって聞いた。あー、シフトの押しが甘いよ、何やってんの。シフトでの調整はここの角でやって、クラポーンって飛ぶくらいの感じが、これだこれだ、この辺、よし、角だったらシフト使える。角っていうのはこの横の辺の部分な。よいしょ、あ、いける。で、ここは普通に飛んだら大丈夫と。ここはピョーンって飛んで、結構すごい加速すごい加速、ここらピョーンって飛ぶ時の加速すごい、ブースターつけてるからのようでした。ここ飛んで、よし、で、これ何、これ看板立ててやるけど、あっ、なんか看板意味あるんかなこれ。はしごの時とわけが違うなこれ。どうすればいいこれ。一番上あたりに来た後の話かこれは。うまくコントロール、シフトコントロール、シフトじゃないわ、何やったっけな、何やったっけな、この長いキーって何やったっけな、スペースキーかその名前も忘れるぐらいちょっとやべえ感じ。あっ、惜しかったんちゃうんかな。あ、ここでのジャンプか、ここで綺麗にジャンプしたらなんかいけそうな気がせんでもないような。よいしょ、あ、これだ、来た。ここでこう、お、案外いけるぞ。よし、さてこれはここら辺に乗っかれば OK か。なんこれ、あ、え、なにこれ、え、え、なん、な、なん、あ、そうじゃ、これあれやな、チェックポイントの代わりになっとんじゃ、向こうでリスポーンするけどこうやってここに来れますよみたいな。あ、中間地点だよこれ、だからこういう通路あったんじゃ。別に作者さんがコウモリに気遣って巣を作ったとかそういうんじゃないんやな。なるほどね、オッケー、ありがて。スポーン地点って羊毛の上に、ああ、感圧板か、感圧板って羊毛の上に置けんもんなんだっけな、覚えてないけど多分それでなんだろうな。あ、そういう措置なんやな。よし、ソチオリンピックじゃないけどさ、ロシアじゃないけどさ、よいしょ、最近金メダル取ったオリンピック選手おったけどさ、名前呼ばせたけどさ、あーんもしかして
氷の上ってシフトできる時間が無限じゃないとかそういうことだ。落ちたおかげでここから向こうに行けるようになって、まあ疑似的な中間地点ってことかな。ここにリスポーンするんじゃなくて、リスポーンは前のところやけどここまですぐに越えるようになってますよっていう感じ。よいしょ。怖いな。え、結構長ない？え、こっから向こうまで結構長ない？結構ジャンプしなくちゃいけなく、あ、いけた。あ、なんか低いところにジャンプするのはそれはそれでちょっと怖いよな。要するに高低差があれば怖いってわけです。あ、いけた。あ、怖。よいしょよいしょ。この辺のこの1マス分の、まあ雨降ってきやがった。バカ野郎バカ野郎、氷なんやけんさ、氷の上滑ったらあかんやろやるタイミング雨の降ってくるタイミング、天は俺に天罰を与えるかのように、いつものグダグダぶりを奢ってるのか天は。ああ、俺はバックステップの神様だぞよいしょ。あー、天は我を見捨てたのだ。諦めないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと。よいしょよいしょ。最近知った、シフトなしでもそれなりに生きるなってことをね。ここはギリギリまで加速して、あ、いける。よいしょ。ここはちょっとシフト怖い。怖い気にシフト。で、ここは長規模のジャンプ。長規模のジャンプ。長規模のジャンプ。あー、ただ、あ、行き過ぎたって思って戻ったら案外行き過ぎてなかったパターンのやつや。そういうなんか、自分の感覚と実際の強さのすれ違いっていうのがあるんですよ。すれ違い。すれ違う二人はつぶやくのさ、私たちもうダメだと、諦めるなよ、大事なのは二人が信じ合うこと、それは力に変わる、いつかいつか。わーなわー、いきなり曲変わる二人の行き違いは週末を迎え、今度は我らは違う、別に違う道に進み出す。なんかここを気がしたら恥ずかしい自分が見えてきそうで怖いです。はい、よいしょ。いけるか、いけるか。あ、ここまで来たら案外いけるか、いけそうな気がする。あると思います。最後あると思います。あったー。あー、やばい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 、小指がやばいな。小指と薬指、なんだろうな、使いようは薬指やけど案外小指の方が疲れてきよう気がするんよな。よっしゃ、はぁ、怖い。